デイジーゴルフ、イエーイ。今週のクレイジーゴルフですか、また。はい、またやってきました。本当に何やるかわからないからクレイジーゴルフ怖い怖い。今日もやっていきますよ。いきますか、はい、何やるんですか。はい、あ、ちょっと紹介します。紹介久しぶりだ、忘れちゃいました。じゃあ自己紹介いきますね。はい、皆さんこんにちは、並木です。そしてゼルザーです。よろしくお願いします。はい、ということでもう今日は第3弾。第3弾、またクレイジーゴルフ。クレイジーゴルフ。クレイジーゴルフね、怖い怖い。いやいやいや、することが。でもね、前回も好評で、うん、また今日もね、面白いもの持ってきましたよ。何持ってきました？今日はですね、はい、こちら。じゃじゃん。何じゃじゃん。じゃじゃん出てこないから。じゃじゃん。何これ？スーパーボールです。こういうスーパーボール？いや、スーパーボールってやっぱこう飛ぶじゃないですか。ほら、こうやってやっても。でもさ、柔らかいじゃん。はい、飛ぶの。そう、それを今日は検証するんです、ね、で、ちょうどこちらね、45ミリくらいで一緒くらいだね、確かに。そうなんですよ、ゴルフボールと同じくらいの重さ。重さも同じくらいかな。重さも、そうです ね多分同じくらいのものを、うん、持ってきたんですけども。すごい、はい、で今日はですね、うん、普通のでも打っていただきますけども、はい、こちらで打っていただいて、実際スーパーボール飛ぶのか、どうなるのか、本当に検証していきたいと思います。いや、飛ばない気がするけど、やってみますか。じゃあやっぱプロ飛ばない。なんとかほら、潰れちゃうじゃない。硬くないから。柔らかいですもんね、うん、だからなんとなく俺は飛ばないけど、並木ちゃん飛ぶかもしれない。だからヘッドスピードがなかったら意外と柔らかいボールが飛ぶっていうのはあるでしょ。あ、確かにレディースのボールってね、柔らかかったりしますもん ね。だからそれはあるかもしれない。確かに、まあ、とりあえずやってみますか。じゃあ、はい、でちなみにですね、はい、こちらね、スーパーボールの企画、うん、あのこの前回のラバーの動画が出た時のコメント欄にですね、はい、うん、ぜひスーパーボールでやってほしいっていう、やっぱり本当にコメントが、皆さんがやってほしいことをお願いしますって言ったら本当に来たんだね。じゃあ、はい、本当に来ましたよ。怖い怖い。今日俺余計なこと言わなきゃよかったね。じゃあ、いやいやいや、でもこれ本当皆さんね、多分見たいですから。なるほど、わかりました、はい、じゃあ思い切って検証したいと思います。はい、まあ、とりあえずじゃあ、はい、自分の普段使ってるクラブね。はい、それではまずセイザープロには普通のね、いつものドライバーで打っていただきます、はい、まあそんなに力まない程度に。うん、いいじゃないですか。お、はい、どうでしょう。データの方がこちら。いい音したな、向こうに当たって。こい、243、いいんじゃないですか。いいとこですね。いいか、はい、だいたいこんな感じ。こんなもんでいいと思います。平均、はい、はい、一応もう一球、じゃあお願いします。おい、ちょっと低かったね。うん、どうでしょう。おお、240.7、まあね、ということで、まあ、245前後で、240前後ですね、はい、はい、じゃ続きまして、先ほどねご用意しました、こちらスーパーボールで打っていただきましょう、はい、いや、どうなるんですかね、気になるな。なんか、はい、絶対飛ぶ気はしないけどな。そうですね、柔らかすぎる。もわぁ、見て見て見て、もう全然潰れて、こんななっちゃってるじゃない。潰れてもう全然飛ばなかったですね、今。120なんないから飛ばないよ。おぉ、125円。125、そうですね、ね、スピンも3025で、うん、スピンとかあんま、スピンなかったし、ね、今あんまなかったですもんね。地面から打ちかなかったもんね。何より、打ち出し角42点。どういうことですか。じゃあもう一球ね、スーパーボールで打っていただきたいと思います。ちょっとね、上げに行ってみるよ。さっきよりかは上げに、ちょっと意識して上げてみる。じゃないとあんな球出ちゃうんでしょ。はい、確かに。そこもどうでしょう、見ていきましょう。うわ、ダメ、もう全然ダメだね。全然ダメじゃないですかね。こんなね、これ今、スリザープロちょっと上げようとして打っていただいたのに、アッパーにいったの、なのに、あのに、こんなやったね。だ、上げるとも思う、思うほどこういくから余計落ちてしまう。余計下がっちゃうんですね。 そのせいでですね、ミート率とクラブスピード出ておりません。計測できておりません。ダメだ。距離もね、122だから、さっきのスーパーボールと同じくらいですよね。俺でもこれ思うんだけど、はい、並木ちゃん打った方がいいと思うよ。お、本当ですか。並木ちゃん自分のボールで一回打って、はい、あのクラブで打ってやったら意外と変わんないかもしれない、はい、あ、
やっぱクラブスピードの。そう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 、それの検証結果いいかもしれない。まあ僕は間違いなく飛ばないね、これ。はい、無理。そうですね、潰れてますね。はい。はい、じゃあ私もやってみましょう。ましょう。はい。はい、よし、じゃあいきますね、はい。まず普通のボール。普通のボール。お。そんな言ってないな。おかしいな、自分のクラブの飛ばないって抜いたのに133、どうするの、やめてやった時よくないよね。まあでもそうなんですよ、どうした距離やんまそうな、落ちてますね。もう一個打って、じゃあ痩せた痩せたんですかね。最近こんなもんですか。じゃあこのデータでいいですか。うん、多分それくらいですよね。嘘、本当。じゃあみんな130ちょっとしかいかないよ、もう。そうなんですよ、130。じゃあスーパーボール行く。スーパーボール行きましょう、はい。いいね、もう全然ダメ。これはちょっと測定出ませんか、多分ね。今の測定できませんね、はい。あー、でも並木さんでもやっぱお辞儀しちゃってるね。お辞儀してますね、うん。あー、一瞬うちの資格いくかなと思ったんですけど、ね、90ドライバー90、うん、だってボヤンとしてるね。してだからやっぱりスーパーボールは飛ばないということです。そうですね、クラブスピード関係ないですね。関係なくやっぱりちょっと普通のヘッドに当たったらプッと落ち着きしちゃうんだね。そうですね、これ潰れちゃうんでしょうね。そう、潰れちゃうんだね。なんか打った感じしないよね、でもね、はい、ゴム、本当にゴム叩いてる感じ、ゴムって感じするよね、はい、すいません、そんな感じですよね、はい、仲間もそうよろしくないですね、よろしくです、気持ちくないです、気持ちよくないです。あ、これ全然飛んでないわっていう感じですよね。ですね。はい、はい、ということでね、ゴルフボールと同じくらいの大きさのスーパーボールね、は飛ばない、飛ばないということなんです。シュンと落ちましたね、はい、はい、なんですけども、まだやんの、はい、何ご用意しております、まだ。何を、じゃじゃーん、ちっちゃいじゃん、スーパーボール。次はですね、ちょっとそうちっちゃいサイズだったらどうなるかっていうの、これも飛ばないんじゃないの、飛ばないですかね。いや、これちっちゃ余計なんか落ちそうじゃん。そうですね、どうですかね、どうかな、まあ、ちょちょやってみてみちょ、じゃあ、はい、早速やってみましょう、やってやって、私ですか、うん、とりあえず並木ちゃんやってみて、一回並木ちゃん見た瞬間に落ちたら俺がやっても意味がないよ、多分。そうですね、じゃあこれ大体ね、トラックまで追えないんじゃない。これ大丈夫ですか、大丈夫。え、絵的に大丈夫ですか。何これ、これ、え、ドライバーで打てますかね。いや、打てますよ、それは空振りしないでね。よし、お、お、意外と、あ、でも全然飛んでないです、飛んでないですね。初速いいかなと思ったんですけども、ね、あ、でも出たデータが79って、だ大してなんか変わってないね、ちっちゃいの大きいのもね。そうですね、うん、大きさじゃ変わんないってことですね。ちょっとじゃあ俺やってもいい？はい、ぜひお願いします。じゃあスーパーボールちっちゃいのやってみようか。スーパーボールでも、はい、これさ、なんかさ、こうまん丸じゃなくてこう半分半分くっつけてるじゃない、はい、だからちょっと変形してる感じするから、はい、まっすぐ飛ばないと思います。おお、じゃあ実際にセリフザーブルにも打っていただきましょう。ちっちゃいスーパーボール、ちっちゃいスーパーボール、どうなのこれ。あ、これこれね、もうね、素振りしてみようかな、すごい、何でした、ゼロゼロ、おお、79、あ、97、もうダメダメこれ、体痛くなるこれ。なんか変な感じ、いやいや、打った思い切って打ってるのに、はい、インパクトの瞬間に素振りいっちゃうんで当たった感覚がないの。なるほど、ボールに当たった感覚、そう、まあ疲れた今。すいません。はい、ということで、じゃあちっちゃいボールも飛ばない、いや、スーパーボールダメです、スーパーボールがダメですね、です、大きさ関係なかったですね、スーパーボールは遊びに使ってください。はい、そうです、ボールボールとかに使っちゃいけないです。はい、はい、
ということで、どちらもスーパーボールは飛ばなかったですね。そういうことですね。間違いなく検証できました、これは。はい、はい、まあ、こういうのは多分皆さんね、実際やらないと思うので。やらないよ、こんなの、はい、この動画を見て、あ、そうなんだくらいに思っていただければいいかな。まさか練習場を持ってスーパーボール打ってるって人がびっくりするよね。そうですよね、本当にありがとうございます、今日こんな機会をいただいて、はいはい、ということで、まあ、クレジーゴルフ、はい、まあ、これを引き続きやっていきたいと思っておりますので、またなんか皆さんが、ね、欲しいものがあったらね、ぜひコメント欄に、コメント欄に入れてくれるとね、書いていただければそちらピックアップして、調整したいと思いますよね。はい、はい、ということで、今日はサイダブルありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、また見てください。